前回前々回と大好評のこの方にまたお越しいただきました。メタトロンオペレーターの和田先生です。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんメタトロンというものにとても興味をお持ちのようで、はい、再生回数がですね、まあ、世の中的に言ったら、ね、まだまだちっちゃいんですけど、うちの番組的にはとても好調なんですよ。ありがとうございます、本当に、でもやはりメタトロンとかこう波動を使って体の状態を変化させていくものって、はい、でも皆さんすごく興味を持ってらっしゃるみたいで、他にも波動を使った機器っていうのはありますが、はい、その中でもやっぱりメタトロンって視覚的にめちゃめちゃ楽しいじゃないですか。はい、あのその通りなんです、はい、なので個人的にはとてもファンです。恐縮です、はい、で今日はメタトロンのどんな感じの部分を教えていただけるんでしょうか。はい、前回ですね、はい、メタトロンと東証フィールドっていう形でお話の方をさせてもらいましたが、はい、もう少し東証フィールドの件で、はい、ちょっとお話をさせてもらいたいと思いますので、はい、前半は、前回前々回のまあ、ちょっと復習みたいな形 で、はい、でその後後半は、ちょっと新しい話をさせてもらいたいと思いますので、お願いいたします。一つよろしくお願いします。はい、実際波動って言葉を私たち日常的に使うようになってきてはいるんですけども、はい、きっちり分かっている方ってまだまだ少ないと思いますし、メタトロンを使ってそれがどういうふうにこう活用されていくのかってあたりはちょっとおさらいをした方がいいかもしれないですね。はい、はい、それでは、ラジオの方は大変恐縮なんですが、YouTube でご覧の方は、画面の方が出てきますので、ちょっと はい、そちらの方を注目してください。はい、音声のみの方はなるべく私フォローしますので、はい、はい、恐縮です。はい、それでは1ページ目の画面です。まずあのメタトロンっていうのは、はい、体の不具合の原因をですね、波動の状況から類推できるんです。まあ、はい、まあ、これはあの医学に基づいた病理を証明するものではないですよね。はい、これ例えばの話ですね、はい、なんかこう例えば右の胸周辺がなんかこうちょっと痛い、そうしましたらこの右胸周辺の波動の状況をですね、メタトロンでチェックするとします。はい、そうしましたら例えば右首とかですね、これ右の脇の下のリンパの流れがちょっと不具合がなんかリンクしてそうだなと、あ、そういったことなんかわかるんですよね。ですね、はい、そういった場合にはですね、もちろんメタトロンで波動調整も行うんですが、はい、あと普段のセルフケアとしまして、例えばあのこの肩回しですね、肩回しをした方がいいですよとかですね、はい、あとまあ例えばこちらね、あのちょっとストレッチの方ね、はい、した方がいいですよとか、まあ、そういったあの助言なんかもできるんです。うん、まあ、リンパ節っていうのはあのご存知の方もたくさんいるかと思うんですが、はい、関節の可動域に、非常に影響されますので、まあ、そういったことなんかもお話の方をさせてもらっております。なるほど、それがもうヘッドセット頭にちょっとヘッドホンみたいなものをつけるだけで、その不具合の部分が全部波動的に振動的に拾えるってことですね。そういうことです。はい、はい、それではあの2ページ目の方、いきます。はい、じゃあなんで波動の乱れが起こるのかということなんですが、まずあのこれは万物を説明表現する考えでですね、トーションフィールドという考え方がですね、はい、前回詳しく説明させていただいたので、おさらいした方はね、第2回目をご覧いただけたらと思います。例えば人間の体の中はですね、まあ、気血水と言われるようなものがこう、まあ、循環してますね。はいはい、です。まあ、循環してますと正常なあの波動が流れてるうちはいいんですが、ちょっと不具合があると波動も変わってくるんですね。はい、でその波動の、変化をメタトロンは見逃さないで、不具合の状況としてパソコンの方に表すことができます。この不具合の出方っていうのがこう仮面で体の部位、例えば内臓なら内臓の形、はい、その中の部分的に右の方がおかしいよとか左の方がおかしいよっていうのが全部色で表示されたり記号で表示されるので、はい、すっごい分かりやすいですよね。おっしゃる通りです。はい、はい、じゃあ次3ページ目行います。はい、それで、もうちょっと分かりやすくね、説明しますと、まずあのトーションフィールドの説明なんですが、はい、ネジというのは右回りで締まりますよね。はい、で左回りでも離れていきます。はい、でまあ、ネジを締め付けてしまいますと止めてある物質自体を壊してしまいます。はい、でまたあの離れすぎてもこう物質がですね、こう離れちゃいますよね。そうですね、ネジで止め付けてるものが、
バラバラになっちゃうということですね。そうなんです、はい、ですからあの右前と左前のこのバランスがですね、はい、常にあの大切なんです。常に動いてるんですけどね、はい、例えばあのコマなんかはね、マウスコマなんてのはこう右回りで回すとね、はい、非常に中心が安定します。これは情報の入力という形になります、はい、中心がしっかりします。でまたあと陸上競技場のトラックなんていうのはこれ左回りですね、これを今度離れていく位置からはまあ利用してます、うん、まあ、こういったところがですね日常生活の中でも、東証フィールドというのが、はい、まあ、表現されている一つの例じゃないかと思います、うん、そうですね、でこの両方の性質を持つのがこの無限のマークですね。あ、はい、両方の性質を持つので無限大のマーク、永遠に動いていく、はい、うん、そういったものなんですね。はい、はい、そこで、今日ちょっとお話ししたいのがですね、ちょっと3ページ目の方、あ、失礼しました、4ページ目の方、はい、開かせてもらいますが、フィボナッチ数列っていうのがあるんです。あ、数学で出てきました。はい、はい、まずあの1たす1は 2、うん、でその次ですね1たす2は3、はい、うん、でその次に2たす3は5、ですからあのその答えの数とプラスした答えの数と、うん、多い方の数を足していくといつの間にこうすごく大きな数になっていくんですね。そうですね、7回繰り返すと2だったものが34まで大きくなってきます。はい、はい、でこれを、四角の面積で右回りにこう並べていきますと、うん、これがあの黄金比って呼ばれる比率が出てくるんですよ、なってくるんですね。うん、でこれがまあ、過去のアンモナイトのですね、はい、この渦巻きとか、はい、あとはひまわりの種のですね、ぐるぐるこう回っているとか、あとは、うん、サボテンの針の出方とかもフィボナッチだって言われてますよね。それは私も知りませんでした。全てのサボテン君じゃないらしいんですけど、あるサボテン君はそういうの並びしてるらしいですよ。そうですか、うん、これは勉強になりました。いえ、あと人間の耳の形なんかも、はい、フィボナッチ数列、うん、でまた前回も出てきましたがレオナルド・ダ・ヴィンチのですね、はい、モナリゾの絵なんかもこのフィボナッチ数列のこの、右回りのですね黄金比に、うん、まあ意識してかしないでか分かりませんが、いろんなパーツが配置されてるんですよ ね、 ですね、まあ、あと聞いたところでは、北斎のね、はい、絵なんかも、そういったものが現れているというのを聞いたことあります、うん、はいはい、それでは次のページの方行かせてもらいます。はい、私がですね、勉強の方を、させてもらっております、後藤秀一先生っていう、はい、物理学者であり数学者であり科学者、哲学者の先生がいるんですが、まあ、この先生がフィボナッチ数列をですね、はい、単なるこの右回り左回りの話だけではなくて、はい、まあ、コツコツとした数字の足し算の反復、はい、ですから小さいことの反復ですね、はい、これが大きな成果を生み出すこととなるんだと、はい、ですからこれは自然科学だけではなくて行動科学にも応用できるんじゃないかということをおっしゃってました。へえ。ですからこの世は、はい、反復練習、はい、反復する行動、はい、でそれで、コツコツとした小さい努力が、はい、いつの間にか大きくなっていく、はい、でこれを右回りで行っているのが非常に結果が出すことにもつながるじゃないかっていう、右回りなのそこも、そこも右回りで並べていくといつの間にこう黄金比になりますよね。はあ、そっか。じゃあ今のキーワードとしてはまずコツコツ、そうなんです、きちっと積み重ねていく、はい、はい、で意識的に右回りになるようにしていく。そうですね、右回りに配列すると黄金比になりますので、ただ左回りっていうのがどういう解釈になるかね、ちょっとそれはこれからね、いろいろぜひ解明してください、そうですね、まあ、情報を入れるということで右回りに配置をしているということだと思います。はい、それでは、次のページの方を行かせていただきます。はい、もう一つの例としまして、コーヒーとかね、あと紅茶かき混ぜるとき、ちょっと左利きの方分かんないんですが、右回りで回してますね、回してる、これは自分の気を入れてるんです実は。
美味しくなるように美味しくなる美味しくなれ、ね、無意識だけど身の回りだ、はい。あと例えばの野菜とかですね、そういったものを洗うときはなんか左回りで回してません？どうだろう、右回りより左回りでこう回すことでなんとなく農薬とか汚れを落とすことをしてる方大半なんですよ、実は。ちょっと今度意識してみます。ちょっと意識してください、はい。ですから左回りでこう回すことによって、悪いものをどんどん取っていく、ものを離れさせる、そうか、そういったものを洗う時なんかはこう左回りで、要するに右回転が入力、左回転が出力っていう考え方をいろんなことに応用できるってことですね。そうなんです、これを無意識のうちに人間もやってるってことなんですね、はい、面白いですね。で、まあ、今日最後の、例を挙げさせてもらいますが、はい、まあ、こちらの方も、ちょっと YouTube の方で画面の方を後で見ていただければと思うんですが、はい、まずあの日本の国海の図ですね、はいはい、これを挙げてみました。古事記とか見てて、はい、まずあのイザナギと、まあ、イザナギがですね、はい、まあ、天空でですね、はい、まあ、あのちょうど淡路島だったりですか、こう、はい、こう回しますよね。そうですね。でこの国海の図のところでですね、イザナギは、はい、左手を後ろにして、はい、右手を前にしてこういう形してるんですね。お、はい、この状態で どちらが回しやすいですか、左回りと右回り。左の人はちょっと分かんないんですが、あ、左回りになっちゃう。私は右回りの方が回しやすいんですよね。あ、そうなんだ。左回りの方が回しやすいですか、うん、右の方が、あの右の方が右手が前に出てるんですね、左手が後ろに出てる、はい、でこれであの右前で回してるんじゃないかと。なるほど、もしかしてね、はい、うん、まあ、そういったこともあのこれはまあ私のあくまでもあの、想像、そうなんですが、うん、そういうところでも東証フィールドっていうのは使われているかもしれないぞっていうことですね。そういうことです、はい、うん、面白い。まあ、でもそうして今お話しいただいたいろいろなことが全部積み重なってメタトロンっていうものが、まあ、構成されていると言っても過言ではないかもしれない。あのメタトロンの世界観が、うんうん、あのこういったところでね、うん、あのまあ、この東証フィールドっていう世界をもとに、はい、まあ、作られてる、うん、まあ、表現されたものですっていうことを、はい、なので自然科学とか人間の行動を科学にこう一致しているからこそ、はい、結果が出やすい可能性があるぞということですね。はい、おっしゃる通りです、はい、いや実に面白いですし本当に体験してみていただかないとわからないので、はい、多くの方にぜひ和田さんの、はい、オペレーションされるメタトロンを受けてみていただけたらなと。了解いたしました。はい、また公式ホームページの方に和田さんの連絡が取れるようにリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。ぜひ皆さんご興味のある方は訪ねてみていただけたらと思います。はい、本日も素敵なお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。